はい、こんにちは。あの、久々にね、あの、時事話ちゅうか、なんちゅうか、時事話なんですけど、その、何てちゅうかな。私、パソコンにね、こう、この、この、なんか、この話したいなー、いうのめっちゃ溜め込んでいったんですよ。なんちゅ、う何ちゅうますの。そういう、まあ、パソコンにいっぱい置いとるんですよ、その、 この話題したい、この話題したい、この話題したい、みたいなね。それが今日、全部、バーン飛んでもうてね。うわーいでも、冷や汗どころちゃいますで。もう、引きつって。私、10やけど、メモ好きは、まあ、あれなんですけど、その、前とパソコン上のメモですやん。ブワー置いてんのが。全部、スコーン飛んでもうて、うわーもう、この世の終わりやと思ったら、なんとか復旧できてね。でも、これはもう、ちょっともう、 いつ、この話をいつかしよういつかしよう思っとったらもう日、日ばっかり経っているみたいなんでね。まあ、思い立ったらもうこうやって発信していこういうので、ちょっと今日だけ心入れ替えて、はい、やってます。はい。で、何の話題か言うたらね、あの、そうそう、これカメラも調子悪いしね、パソコンも調子悪いし、私も調子悪い。私は別にいつものことなんですけど、今日は何の話かな、ね、みたいなこのね、森永卓郎、 森永拓郎さんがね、お医者さんからも桜は見られへん桜は見られない宣告も、もうつぼみは膨らみ始めていますねっていう、こうなんか、多分テレビに出会ったんやろね。で、お医者さんに去年、もうあの森永さんも桜のはもう見れないんちゃいますかって言われたんやけど、もうすぐ咲くね、 咲くの見れるんちゃうかみたいな。まあそういうことなみたいなんですけど、もう痩せはったよね、ほんまに。あんだけ、あのね、ようこいではったのに、もうえらい痩せはって、もう頭もね、あれで、あれやね、膵臓がんやってね。っていうか、ここのとこもまたね、もう去年からもいっぱいなくなってはりますもんね、もう私らと、なんちゅますの、その同年代言うんかな、ほんまに。 で、何水臓がステージ4やってね。はい。このね、あのー、なんちゅうんかな。これ、この記事見てね、この、もともと11月、去年の11月は桜は見れないだろうと言われたんですけど、もう桜のつぼみが膨らみ始めていますね、と。で、このなんか、どっかのテレビ番組の司会者かな、フリーアナウンサーが、 あのー、去年の11月はいくらメンタルが強い森永さんでもさすがにショックだったでしょうって言っると別にって回答みたいなね。そのね、これね、何てんちゅういいかな。うちおふくろね、あのー、入退院繰り返しとって、もう最後ですよ。入退院繰り返しとって、で退院して通院してる時にね、その、 何ちゅうの、退院の時にお世話、退院者入院の時にお世話になった看護婦さんが付き合ってきてくれてね。あの、桜、桜、おも、すごい桜ですね。綺麗ですね。見、見られましたか桜とか言てね。いろいろ声かけてくれりますね。けど、お袋はもうボケ取ったからね、もう。何愛想も愛想もヘチマもなく、もうなんか <laughs>、どっか壁見てるみたいな感じでね。 一生懸命看護師さん喋ってくれはってね。ほんで、去っていったらね、その興味あれへんわ、みたいな、もう普通に言いよったんですよ。そりゃあかんやろ、みたいな。それ思い出してね。だからもう、なんちゅうの、まあそれだけの話なんですけどね。<laughs> このね、森永、森永さんはね、私ちょっとご縁があってね、その、あれなんですよ。 あの私ね、ヤフーオークション、ヤフーオークですね、今で言う、ヤフーオークいうのはもう昔から、もうだいぶ前からやってますねんね。ほんで、その時に、私の出品した商品をね、この森永さん、森永拓郎さんいうかな、がね、落札してくれはったんですよ。そんなあれもあってね、あの、もうなんか縁があるっていうか、なんちゅうかね、あの、そのなんちゅう、ってはることもね、まあまあ、 面白おかしくいつも言うてあったからねまあ好きなんですよはいほんまにねまああのー、ねえどうやろうほんまにねはいということであのー、まあ、そんなこっちゃねこれからあのー、ちょっと、あのーまあ、気づいたらもう動画上げていこうって思ってるだけねはいということですんません今甘いかはい <laughs> 失礼します 不见。